吉井和也のオンタマ。au by KDDI がお送りします。オンタマパーソナルクエスチョン。吉井和也さん、まずはオンタマ初登場ということで自己紹介をお願いします。1966年10月8日東京生まれ静岡育ち、趣味はバスフィッシング。35歳ぐらいの女性が好き。では最近よく行く場所はどこ？まあ釣りが趣味なので、滋賀県に行きます。なんでわざわざ滋賀県なんですか？滋賀は いろんな釣りができまして、そのバスを釣ることに関してで、ちょっとラウンドワン的なことですね。釣りの魅力とは？やはりこう誘惑して魚を誘うので仕事にも活かせるかなっていう。何の仕事に？いやいや、音楽だっちの。オンタマ FM エアチェッククリックランキング。 FM ラジオで今最も注目されている曲は、会いたくて会いたくて星の数。毎日欠かさずやっていることは何？エアビヨンセ。ちょっとやってみてください。これをお風呂で全裸でやります。吉井和也のオンタマ。 au by KDDI がお送りします。イメージオンタマニューアルバムゴルドに収録されているビルマニアにちなんで、ビルマニアで始まる歌詞の歌、ビ、まあお約束でしょ。ビルマニア、ビルマニア。ルル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 。また会う日まで、会える時まで。瞳を閉じて。あなた変わりはないですか？見事寒さが。オンタマスペシャルランキング、10代20代に聞いた定番の卒業ソングとは。中年が夜景のビルを見てムラムラすることです。吉井和也のオンタマ。 au by KDDI がお送りします。オンタマオピニオン、吉井和也さんにカレーというテーマで制限時間いっぱいまで自己主張をしていただきます。ではご自由にどうぞ。5歳ぐらいの時に、まあ、その当時東京に住んでいて、それで父親が亡くなったんですけども、母親は、まあ、女で一つで育てなきゃいけないということ で手っ取り早く金になるのは何だということでホステスを始めました。夕方というか7時ぐらいの出勤だったので、大してこうなんていうんですかね、いい夕飯を作ってくれなくて、いつも冷めてるんですね、学校から帰ってきて食べると。で唯一温かいご飯というと、まあ、カレーぐらいで、でそれでこうカレーが好きになったんだなということ。でそして、その時に僕はもういつもこう、まあ、テレビばっかり見ていたんですけど、見てたのはほとんどテレビ朝日だったってことにすごく気づきました。オンタマ CD シングルセールスランキング、先週1週間で最も売れた曲とは。で本当にあのタモリさんがよくテレビ朝日に出られてますけども、もう本当にタモリさんの匂いそのままというか、あの尊敬するタモリさん、5秒前出ているテレビ朝日をこれからも皆さんよろしくお願いいたします。
吉井和也のオンタマ。au by KDDI がお送りします。オンタマウィスパー、テーマを受けた一言。まずは何気なく雑誌をめくっていたら、すごく好みの女性の水着グラビアを発見した時の一言。とその時周りにいたスタッフにその様子を見られてしまった時の一言。移籍するぞ。続いて自分自身を褒める一言。早いな。あれはあれでよかったんだよ。慰めてんだそれ。オンタマイージーチャクータフル検索ランキング、携帯の着信音で最も検索されている曲とは。青い空と雲、太陽捕まえと君がいる。今回オンタマウィスパーに挑戦したご自身に一言。テレ朝 はいいんじゃないかな。もう一度やりますか。あんたあの子に惚れてるね。吉井和也のオンタマ。 au by KDDI がお送りします。オンタマメール、吉井和也さんのマネージャーさんからメールが届いています。しょっちゅう携帯を見てますが、何を見てるんですか？そんなに気になることありますか？それでは今から返信してください。制限時間内にどうぞ。そんなに携帯見てるんですか？別にメールをしょっちゅう見てるわけではなくてですね、僕あの携帯サイトっていうのをやってるので、そのファンの方からのこう励ましを読んでるんですね。あれ違うな、ちょっと待ってね。なんだっけ、マネージャーからのメール。やめた。オンタマ CD アルバムセールスランキング、今最も売れているアルバムとは。それでは絵文字を含めて読んでください。どうぞ。うるさい。一言だけですか？そうですね、まあ関係ねえだろう。仕事してるし別に。